はい、どうも、こんにちは。フォークレッシュ、サブレッシュ。ああ、気持ちいい。ああ、お腹がヨーグルトでダブダブだよ。ああ、僕のお腹の中は今ヨーグルトでいっぱいです。わあ、ヨーグルト祭りだ。これ。もうちょっと離れたのよ。トトロだ。トトロがいる。寒い。寒すぎる。ちょっと日が落ちてくると寒くなる。でも日が落ちるって言ってもまた3時とか、そんぐらいだけど。眠くなってきた。まずい。眠い。また寝る動画になってしまう、これ。眠くなってきちゃった。すごくね。崖なんだよ。崖なんですよ。崖っぷちで出ました。最高だな。なんかここでちっちゃいカセットボンベのカセットコンロでさ、なんかお湯沸かしてさ、なんかお茶飲みて、あったけえお茶と、なんかあれだ、あったけえお茶と何にしようかな、大福とたくあん。おじいちゃん、なんか、あー、でもみかんでもいいな。あったかいお茶とみかんでもいいな。あったかいお茶とみかんとたくあん。いや、いいよ、たくあんもういいよ。あの、ばあちゃんの家に行くと、なんかこたつでさ、冬場にさ、もうこたつの上になんか変なザルみたいなやつにさ、なんかみかんのずーっと置いてあるよな、いつでも。ほんで、たくあん置いてある。スズメバチだ。やばい、来ないで。こっちスズメバチおる。この時期のスズメバチマジ気をつけてね。ほんと危ないから、まあ、ここまで来ちゃうともう弱ってるかな。あ、ほら来たやん、ほら来たやん、ほら来たやん、ほら来た。怖いって、もう怖いって。お前どっか行ってもらって怖いよ。3回ぐらいかかりそうかな。怖いよ。3回ぐらいでしょ、これ。もう来んだろうな、お前。
どっか行っただろうな、ちゃんと頼むよ。蜂刺され動画はマジ怖いよ、やめてくれ。スズメバチは秋はね、まあもうこの時期はもう大丈夫かな。この時期はもうだいぶスズメバチも弱ってる時期だから、1ヶ月前とかだったらちょっと危ないからね。10月の頭とか中頃まではあのスズメバチって危ないんで、うん、まあスズメバチに限らず蜂って危ないんで、なのでもう11月ももうね、こんな終わり頃になるとまあまあそんなに危険もないかなっていうのはあるんですけど、はい、まあ皆さん気をつけていただいてね。やってみます。うん、あ引っ越してえな。三軒茶屋にまた三茶住みたいな。俺結構住んだ中で一番好きだった街が、意外と三茶に住んでた時期が一番楽しかったかなと思って。うん、そうです。僕の三茶のおすすめのお店紹介しましょうか。僕がよく行くのは、レインオンザルーフっていうカフェと、エイブリッジっていうカフェバーなんですけど、両方よく行くかな。で、夏とか春秋が一番エイブリッジいいんですけど、エイブリッジはなんかビルの屋上なんですよ。でだから屋上みたいなところで屋上のオープンテラスみたいなところがあって、なんかすげえ調子よくて、であとどこ行くかな、あと三宿バーかな。三宿バーっていうのが三宿の交差点のちょっと下のところにあるんですよ。三宿バーっていうのが結構よく行くかな。三宿バーとレインオンザルーフとエイブリッジ、三茶で行くのはその3つで、もう1個ねカルマ三茶とかね、すげえいいとこあったんですよね。あとあのなんだっけな、その茶沢通りから246渡ってすぐぐらいのところにあるなんか変な汚れカフェがあったんですけど、そこも潰れちゃったし、カルマ三茶も潰れちゃったし、で何がいいって、三茶の何がいいって、僕甘いもん好きなんですよ。うん、で三茶だと車よりもチャリンコの方が使用頻度高いんですよね。車ほぼ使わなかったし、ね、自転車あれば自転車で5分圏内で、俺が住んでた当時で、チャリンコ5分圏内でケーキ屋さんが8店舗ぐらいあるんですよ。でどれもこれもなんか、あ今日生クリームの美味しいの食いたいんだったら食いたいなっていう時はここみたいな、で、あ今日はなんかフルーツ系のケーキ食べたいなっていう時はここみたいな、いろいろこうもう店の名前全部覚えてないですけど、自転車あれば5分ぐらいでもう何でもどこでもなんか美味しいもの食べられるんで、マジで自転車1台で十分なんですよ。でちょっとチャリンコで15分ぐらい走れば三子玉も行けるし中目黒も行けるし渋谷も行けるしっていう、めちゃめちゃなんすかね、楽、すごい楽なんで、なので、はい、ぜひね、はい、三茶住んでください。住んでくださいって何、俺三茶の回しもガチ。いやまあでも三茶俺すごい便利で好きで、またちょっと次また引っ越そうってなったら、よしじゃあ引っ越そうってなったら多分三茶にまた引っ越すんで、はい、一番いいなっていう、人気 YouTuber とかだったらさ、どこに住むなんていうことを言ったらそれこそさ大変なことになるけど、誰も知らないから俺のことなんて俺
俺のことなんて誰も知らんからバンバン言ってきますけど、まあそうっすね、まあできる限り早くちょっと引っ越したいかなと思って、うん、まああの僕が YouTube ですごい、毎回再生数が1万とかいくようになったら引っ越します。じゃあ引っ越さないね一生ないからね、一生ない、うん、毎回毎回1万再生とか無理だね。多分俺の YouTube 今がピークです、言っときますよ。俺の YouTube 今がピーク、あともう人が減っていくだけだから、人と再生数減っていくだけなんで、あの今後増えていくってこと多分ないと思うんでマジで、いや俺もう薄々感づいてるんですよ、はい、もう僕も なんだかんだ言って長年ネットで活動してたりするんで、まあまあ収益とか最近ね、この YouTube で収益が出始めたのがそう初めてなんですけど、もうなんだかんだ言ってまあよく話しますけど9年ぐらい僕配信ネット配信っていうのやってて、はい、でまあ9年もやってるとですね、分かるんですよ、もうさすがに、あ俺もう伸びねえんだなっていう俺は無理だなっていう、もう単純にもう完全に自分がなんすかね こんないい場所あるよっていうのを共有したいだけのこのチャンネルなんで、はい、それで共感してくれたら嬉しいなっていうだけのチャンネルなんで、はい、まあまあここが僕のピークなので、はい、皆さん今後僕が伸びていくことはないんで、はい、それだけはね自信持って言えるんでよろしくお願いしますと、はい、いうことでね今日はこんな感じで終わろうかなと思っております。今日あと何本撮れっかな、あと 1,2 本撮りてんだけどな、撮りだめときたい感じはあるんだけど、まあそんな感じで一応まああと 1,2 本撮れたらいいなっていうぐらいでやっていきますんで、またよろしくお願いしますということで、今日も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさよなら、バイバイ、ピッ。